ニンジニアネットワーク。オフザピッチ。今日もやべっぞ。前回渾身のナダルを披露してくれた吉田真希人選手。実は他にも、まあ、一時期文化パンサー尾形とかでサンキューみたいなのやってましたけど、ちなみにサンキューはサンキューこれやばいっすよ。別にも牧人さんさすがです。後輩からは敬語もくんづけもないのでもう牧人牧人、まあ、でもまあすごくみんなのことは大好きなので、まあ、でも壁がねないっていうことですもんね。はい、壁はもう少しあった方がいいと思いますなんだか愛されお兄ちゃんって感じ。ところで趣味は？キャンプと釣りですね。アウトドアのどっちかが多いですね。今まで釣った中で一番大物というか、70センチとかぐらいですかね。それ釣った後どうするんですか？は奥さんが、はい、さばいて刺身とかそういうのにはしてくれます、僕は包丁は持てないので。今後の釣りの目標は？記録更新する大きさのものを釣ることですかね。じゃあ1メートルぐらい。1メートルはなかなか出ないですねもうね。何事にも熱い牧人さんでした。